私、青なぎの、ビトン、ガラヘルドです。早速ですが、カウンセリング像をご覧ください。写真のようなイメージになります。材料は、鉢置きを利用します。これを写真のように2つの部品に分解します。ホームセンターの頑固なものは避けます。不必要に外れてしまった場合は、電気工事のアタクスリーブを使ってつなぎました。そうならないように注意してください。大きい方がミニバスケット用。小さい方が今回使うマイクロバスケット用になります。次に空気を入れてないマイクロバスケットボールがワンコインで手に入ります。これを梱包したネットを使います。ボールは本番に使いましょう。またまたクリップを使います。写真のようになります。ほぼ完成ですね。皆さんの設定条件が違うと思います。今回は壁に取り付けてみました。この部品はホームセンターで購入しました。500円でお釣りが来たので、ワンコインの趣旨を逸脱していないと考えます。写真のようにセットします。先ほどのネットをかけてみます。では、日本演技のムービーで終了です。へったくそ。ボールが落ちないのは室内では大きな利点になります。おまけです。連携技。参考例1、鉢置きに台座を置き椅子にしました。参考例2、クッションはお尻の下だけのものではありません。次回はクリップの変速利用例です。